人気アイドルグループスピードの元メンバーで、体調不良を理由に国会を欠席していた自民党所属の参院議員、今井絵理子氏42位今、改めて注目が集まっている。と言っても彼女の政治家としての活動内容にではない。そのヘアースタイルに、である、大変身、鮮やかな金髪になった今井絵理子参院議員の国会での姿。政治部記者の話、6月10日。 11日に開かれた参議院決算委員会に出席した今井議員ですが、その髪の毛が綺麗な金色に染まっていたのです。もともと黒ではなく、明るめのヘアカラーだったとはいえ、まだ落ち着いていた。ところが今回のカラーはほとんど金色と言っていいほど、突き抜けた明るさ。街中であればともかく、重厚な雰囲気の議場ではかなり目立っていました。ネットでは、このイメチェンに、 ギャルじゃないんだから、国会の場にふさわしくないのでは、といった声が上がり、物議を醸している。ところで今井氏といえば、今年の3月末から約1ヶ月にわたり、体調不良を理由に国会を欠席していたが、連休明けの5月8日の本会議から無事に復帰。以前と変わらぬ姿で粛々と仕事をこなしていました、どう、それと同時に休眠状態になっていた SNS の更新も再開。 日々の活動を以前と同様、こまめに報告している日々だ。むしろ明るくなってよかった。先の記者が続ける。今井氏は昨年7月、自民党女性局のメンバーの一人として、松川るい参院議員だとフランスパリに視察に行き、その様子を SNS に上げ、有権者から大批判を浴びました。さらに今年に入って、文部科学委員会の筆頭理事という重責を担い、 野党との調整に苦労し、体調を崩した。一ヶ月ほどの休養を経てリフレッシュが完了し、健康状態も問題ないということを、髪の毛の色も明るく変え、ビジュアルからも訴えたいと考えたのかもしれません。どう、とはいえ、国権の最高機関である国会の場での派手な金髪。波紋は広がっていないのか、自民党幹部が言う。そこまで派手だなとは思わなかったし、 元々染めていたから、全く違和感がなかったね。髪の毛もですが、表情も良くなったんじゃないかな。バリバリ働いていますよ。党内で批判の声は特にないし、むしろ明るくなって良かったなという声もあるくらい、果たして有権者の目にはどのように映るのか。デイリー新調編集部。